これは小学生の時にずっとやってた、ちゃんとスナップを聞かせること、綺麗に返ってくるっていうのが理想で。皆さんこんにちは、トゥービーストロンガーアスリートナビゲーターの田中大輝です。さあ、この動画ではトップアスリートのジュニア時代についてご本人の経験、そして感じてきたことなどたっぷりインタビューしてまいります。早速今回お話をしていただくトップアスリート、こちらの選手です。名古屋ダイヤモンドドルフィンズの須田裕太郎です。さあ、今回も須田選手にたっぷりとお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回実技を教えてもらいたいんですけど、はい、家の中とかでよく小さい頃やっていて今につながっている練習ってありますか？はい、あります。すごくこれは小学生の時にずっとやってた、はい、小学時代毎日やってた練習なんですけど、はい、仰向けに寝て、あ、寝転んでですか？はい、で、まあ、やはい、仰向けに寝てですね。あ、これじゃあベッドの上でもできるやつですね。あ、もうどこでもできます。家の中でボールさえあれば。で、まあ、仰向けに寝まして、で、まあ、このシュートの、形を取って真上に、真上、目線の真上ですか？スナップを、まあ、シュートを打つみたいにスナップを効かせて上げていくっていう、はい、で、一つはちゃんとスナップを効かせることが一つと、はいはい、まあ、回転をかけること、はい、綺麗に回転をかけることと、あとはやっぱまっすぐ、まっすぐ真上に上げるっていう、で、それ綺麗に返ってくるっていうのが理想で、やっぱりうまくかかってないとボールがこっちに飛んでっちゃったりとか、こっち行っちゃったりするんで、そこを意識してまっすぐこう返ってくるように。スナップするときキュッて音鳴るんですね。鳴ります。はい、最後爪がちょっとかかるんですけど。引っかかってるんですね。はい、こうやってこうまっすぐ、じゃあその最後爪まで引っかかるのが大事ですか？そうですね、そこは意識してこうやってもらうと、で、慣れてきたらちょっとこう距離をもうちょっと高くしてみたりとか、なんか 2,3 メーター上がってますね。はい、そしたらなんかちょっとこうブレちゃったりするんで、そこをこう調整しながら、こう手首と指先の感覚をこう養っていくというか、感覚を掴んでいくみたいな練習を。じゃあ常に同じ形で打てるようにっていう。そうですね、常に同じ形で同じ軌道で打てるような。すごく意外と簡単そうで難しいんです。難しい、はい、これ5本の指ありますけど、はい、感覚的にはどうなんですか？こうちゃんと全部こう引っかかって出す感じなんですか？そうですね、最後はこうな、まあ、最後に多分中指で押し出す、指を転がって最後一番長い中指で、はい、押し出す感じなんですけど、こうスナップを効かせて、なるほど、はい、っていうような練習を毎日。すっごい地道ですけど大事ですか？あ、大事ですね。結局これがなんか本当にシュートに直結すると思うので、これは毎日、毎日やってました。150か200ぐらい。150か200、はい、結構腕パンパンになるんですよ。まあ、ちょっと休みながらでもいいですけど、まあ、やって毎日やって、こうシュート打てない時でも、なるほど、こう家で感覚を。これ寝転んでいて力入れる部分ってあるんですか？筋力的に、筋肉的に力入れる部分ってあるんですか？ああ、でも特別こう どこをこう力入れてっていうのはないですけど、本当にこう手首のもう最後ここだけですね。はい、ここだけですね。変なところ力まずに、はい、ここだけってことですね。はい、リラックスするところで、ここだけでこうスナップでこう上げていくみたいな。なるほど。これやっぱり今プロになってからもこうやってボール転がしてパンって放った時に、あ、昔こういうことやってたなっていうのを、感覚ってやっぱ変わらないですか？変わらないですね。これはもう今も繋がってるという。今もうまさにやっぱりシュートっていうところに僕の原点だと思う。これはやっぱりシューターでシュート上手い人って寝転んでてもさっきやってもらったこと上手いですか？多分綺麗にまっすぐいくと思いますね。これちょっとね、野球もそうです。野球も僕2本の指でこうやってやってるんですけど、はい、ちょっと変なとこ行ったら、あの部屋の中ボールが転がっていっちゃったりとか、ベッドがはみ出たりとかっていうのを、緊張感ありますよね。緊張感あります。ああいうのをしっかり意識しながら、常にこれで100回、150回、200回できるかどうか、はい、で、次また次の回で教えてもらう実技のスリーポイントシュートの形にもつながってくると。そうですね、ということですね、はい、そのあたりぜひお楽しみいただければと思います。佐々木さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。